はようございます。はい、おはようございます。カルダッタコンクエストのシャローエディションについて教えてください。はい、多分ご存知だと思うんですけれども、回る動画を撮れっていうことですよね。はい、はい、わかりました。ですね、まあそんなにもう皆さん多分知ってる、この子一番最初に出たので知ってると思うんですけど、まあカルカッタコンクエストの100、101の、はい、まあシャローモデルです。で、まあ、横に31って書いてある、まあこれ30だったり31だったり書いてあると思うんですけど、まあ30とか100とかって基本的にはシマノってスプールのサイズというか、ラインキャパシティですね、で、区分けしてます。で30とか31、30番スプールは8ポンドが 100m、 ちなみに言うと、70番、例えば、メタニウムとか、は、12ポンドが100です。で、まあシャローなので先ほど言ったように8ポンドが 100m で、まあ、僕のイメージ的には、8ポンドを100巻いてほしいっていうよりは12ポンドとかを65とかそれぐらい巻いてくださいってイメージです。なんか8ポンド100っていうとベイトフィネスかなみたいな感じになっちゃうんですけど、ベイトフィネスはまた、ね、しっかり別に去年出たベイト BFS があるので、これちょっと振りたいんですけど、うん、BFF があって、うん、シャローエディション、メタニウムの方とかでも似たような展開があるんですけど、ここの使い分けってどうしたらいいのかなって。まずそもそもでいくと、何をもって、リールって違うかってことを考えるかの話なんですけど、はい、みんな多分ほぼ全員が名前だと思うんですよ、はい、メタニウムはメタニウム、どんなものでも多分みんなメタニウムって思うし、どんだけ仕様が変わってもメタニウムってついてたらメタニウムだと思うんですよ、はい、でそもそもこれ全然違うリールです、はい、この2つはそれでいくとボディは全く一緒、まあ、まあボディっていうかこの持った時は一緒なんですけど、はい、全然違うリールです。なんで僕違うかっていうと、スプールの径が全然違うんですよ。でカルカッタコンクエスト100、101だったり今回のシャローエディションもそうです。全部33ミリ径、この33ミリ、3.3 センチのスプールの大きさのスプールです。でも BFS だけ29ミリっていうスプール径の、リールなんですね。で、もっと分かりやすいところでいくと、アルデバランって旧来32ミリだったんですよ。で、今現状って、アルデバラン BFS があるんですけど、29ミリなんです。なのであれってぶっちゃけた話でいくとアルデバランじゃないんですよ。アルデバランっていう名前がついている旧来のアルデバランよりも小さいリール、別のリールなんですね。なので何が言いたいかというと全然違うリールです、はい、単純に言ったらメタニウムとアルデバラン BFS ぐらい本来は違う。ただ同じカルカッタっていう名前がついていて同じかあの体をしてるからみんな一緒って思うんですけど、そもそも違うリールだと思ってください、はい、で今回で言ったら、その、まあ、ノーマルというかカルカッタ100、101のシャローモデルが出ましたっていうところです。で、まあ、これ2つの需要があるんですけど、1個はシャロースプールであるという、はい、これに関しては先ほど言ったように12ポンドが 60m とか 65m とか曲げるんですけど、まあ、より軽いものを投げたりだとか、どちらかというと空気抵抗が大きいものの方がいいですね。なんかまるでベイトフィネスリールって思う人もいるんですけど BFS があるんですよ、はい、そもそもだからこっちはリールが違うんですよ。カルカッタコンクエストって同じで見えるから、これもどちらかっていうとワーミングっていうよりフラグ小型もまあ何でもできますけどね、はい、なんでベイトフィネスやるんだったらこっち使えばいいです、はいはい、でこの子はそうじゃなくて、はい、カルカッタコンクエスト100、101でちょっと投げにくい、なんで 3.5 グラムとか5グラムとか何グラムまで軽いの投げれるんですかっていうのは正直ちょっとナンセンスで、ここじゃないです。そう、それなんだったら BFS 使ってくださいって、はいはいはい、ゲートフィネスなんで、はい、分かりやすくなってました、はい、そうじゃなくて、はいはい、正直カルコン100、101だと投げにくい。だから単純に言うと7グラムとか10グラムウェイトがあるけど重心移動がなくて飛距離が出しにくい、スピナーベイトなんだけどちょっとブレードが大きくて空気抵抗が大きくて投げにくい、バルサのクランクでボディがずんぐりむくりして大きいくせに結構軽くて投げにくいみたいなものを投げてもらうのに適してると思います。ベイトフィネスリールじゃない、みんなベイトフィネスだと思ってるんですけど、じゃないです。普通のリールのちょっと投げにくいところ、若干軽くて投げにくいところ、そんなのを保管するリールだと思ってください。でこれはメタニウムシャローエディションも一緒、一緒なんです、うんうん、はい、基本的にちょっと空気抵抗が大きくて投げにくいものなんかを投げてもらうのがそのシャローエディションモデルだったり、まあ、あとはもう一個は巻き取り量がいらない釣りですね。ボートだとかでフルキャストあんまりしないよ、
ていうようなのだと、使えるリールじゃないかなと。関東のリザーバー亀山とかでショートピッチで入れていくとか、霞水系もそうだと思います。霞水系とか、はい、逆に一方で琵琶湖でフルキャストしたいよ、はい、20ポンド巻きたいよってなったら、はい、それこそ普通のカール買った今回を使ってもらうか、メタニウムを使ってもらうかみたいな話になると思ってもらえれば分かりやすいかなと思います。でそれがまず1個目の需要、はい、まあ、ここまでに関してはなるほど機能のお話なんですが、はい、もう1個は黒いカルコンということ。黒いカルコンというのは、はいはい、あのこれは全然違うお話で、はい、先ほどの話は機能のお話なので、はい、そうやって使ってくださいって、はい、ここからは黒いカルコンって、まあ、これ多分ね、ここ10年以内で始めた人はああこんな色の出るんだぐらいのノリなんですけど、正直僕みたいに30年とかやってる人間からしたら、まあ、だいぶすごいことなんですよ。初めて。そうですそうです、本当に、ダウンタウンとおっちゃんなんちゃんが一緒に漫才するみたいな話なんですよね。そこだけ切り取ると、あそうなのみたいな、大御所2人のコラボなのかなみたいな話なんですけど、いやそこって水と油って話じゃなかったのっていう話なんですよね。でそれに近くて、軽かったって言ったら基本的にはシルバーかゴールドのアルマイトだったんですけど、はいはい、この色にしたってことがやっぱもう長年やってる人からしたら、シャローエディションとかどうでもいいんですよ。 HG とかしかないのどうでもいいんですよ。この色のカルコンを使えるっていうことが、僕はそちらの側の人間です。あのすごく長くやってきてしまったので、はいはい、この色のカルカットで釣りが、キャスティングの釣りができるのと、はい、厳密にはジギングとかにはあったんですよ、はい、それができる、しかもバスロッドにつけれる、そんなの買うしかないじゃん。僕なんか正直これに一生懸命カルカッタコンテスト100、101のものを入れるんですよ、はい、いやだったら100、101使えばいいんですよ、ね、そうじゃないんですよ、はい、黒いカルコンを使えるっていうことに価値を見出している方が多分一定数いて、はい、まあ、その方は僕と一緒でちょっと頭がおかしい方だと思うんですけれども、あのっていうのの2つの需要を満たしてくれると思います、はい、1個はシャロースクールであるけど、もう1個はカルコンの黒いものであるということ、はい、でその2つをまあ当然楽しめるっていうのがこのリールになってるかなってとこですね。はい、黒田さんはバスでもこれはバリバリに運用していく、うん、そうですね、多分むしろシャロースプールっていう意味、機能面でだけ言ったら、はい、金のカルコンにも全部これ入れると思います。もう別に僕従来ついてるスプールいらないから全部これにしちゃうと思います、ほぼ全部なんですけど、一方で、黒っていう色に関しては、まあ、ゴールド使いたい日はゴールド使うかもしれないし、このロトには黒の方が似合うよねとかやると思うんですけど、そんな風な使い分けができるんじゃないかなと思ってます、ね、これは多分言えないかもしれないんですけど、うん、待ってれば、うん、HG で待つかな。あ、HG ですよ、全部 HG。 あれ？あ、違う、XG。 XG は、ちなみに先に言っときますけど、このギアの XG は基本的に存在しないです。違うリールなので。だから言ったようにこれみんな間違えるんですよ。俺、そう、だから HG って、バンって情報出た時あったから、はいはいはい、これ待てば、はい、XG 化とか XG と変えるようになるのかなって素朴な疑問がちょっと先ほど見たように100、101とは同じリールなんですけど、はい、この子違うリールなんですよ。はい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 、何度見ように同じ側だから同じように見るんですけど、違うリールなので、うん、これ入らないです。なるほど、はい、厳密、うん、そうですね、まあ、今のところは、うん、そうですね、はいはい、で、まあ、今後出てくるかもしれないですけど、これをノーマルギア化するのよりははるかに手間が、シマノとして開発するにしても存在しないものを入れなきゃいけないから、じゃあ今 HG で出て黒田さんの動画とかブログとかを見て、うん、ノーマルギアはそうですね、まあまあ、できます、はいはい、よりゆっくりしっとり巻きたい人は、はいはい、この回答は、はい、できますけど、はい、そうですね、XG 化は、現状どんだけパーツを揃えても基本的にはできないです。そういうボディじゃない、はいはいはい、そもそもリールが違うので。あ、でもこれ聞けたの俺すごいよかった。待とうかなと思ってたの。あー、そうですね、 HG って出てノーマルも作れるよって、うん、SNS で見て、うん、でも俺 HG もっと早いの欲しいしなーなんて思って、はい、どうしようと思ってた、はい、じゃあこれ買えってこと。そうですね、 HG 買っていただくのがいいですし、まあ、もっと厳密なこと言うとですよ、はい、みんなギア比にばっかこだわってるんですけど、はいはいはい、じゃあこいつの XG とこいつの HG ってどっちが巻き取り、はい、速いかって話なんですよ、はいはいはい、多分これ数センチしか変わんなくて、はい、なんでかっていうとこの子29ミリなんですよ。29ミリにどんだけ XG を合わせたとしても、そもそものスプール径がちっちゃいから、それをどんだけ分回したところで、遅いんですよ。この子はこいつの方がスプールがでっかいから、はい、でっかいタイヤがついてるのと一緒です、はいはいはい、これゆっくり回したとしてもすごくスピードが速く負けるので、はいはいはい、そもそもみんな XG とか HG にこだわれすぎ、
そうじゃなくて糸巻き量なのです、はい、でもやっぱスペックにはいろんなカタログには表記があって、うんうん、今機種も増えて、うん、シャローとか、うん、BFF とか、うん、今、うん、今回だいぶ、うん、咀嚼できました。はい、さすが黒田さん。いや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 、はい、そういうことかっていうのは、でも聞かないとやっぱそうですね、一般のあの落ち面とかで、うん、まあ分かりづらいですよね。落ちだけ見てる人って分かってなかったんで、自分なんかは、うん、あ、じゃあとりあえずもうこれのでも右からですね。そうですね、右で右、これっていつ出るかは言えないけど、はい、まだまだまだ、まあでも右からです、はい、そんな遠くない未来出ると思っていて、はい、その後にまあ左が出てくるようなイメージなんですけど、はい、っていうところですね、はい、ありがとうございます、はい、もう勉強になっちゃいました、はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。